小選挙区については第一次公認者全部で191人、そして、比例単独、これは東北ブロックですが、1人、寺田学さん。続いて第2次、第3次と、さらに発表させていただき、また比例の方も発表させていただく予定ございますので、まあ、そうした立候補者を総合すると、少なくともかなりの数、233人を超えるというような数になるのではないかというふうには今思っております。まあ、そういう意味では非常に今後の政権交代を目指すということが十分可能な状況にはなってきているというふうに思います。合流時点での内定者の中で、今回の191名のうち109名が民進党の出身者ではないかと。寺田さんを含む、はい、寺田さんを含むですそれは単独比例も、いやごめんなさい、それはそうではなくて191名のね、191名の小選挙区の中での109名だというふうに承知をしています。